1953年のロードレース世界選手権1953年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第5回大会である。6月にンシマで開幕し、スペインモンジュイックで開催される最終戦まで全球戦で争われた。前年に休止となったフランス GP が開催地をルーアンに移して復活し、 1953年シーズンは全球戦で争われることになった。しかしドイツ GP が開催されたショッテンリンクの安全性に対して大排気量クラスのファクトリーライダーたちが抗議し、その結果 350cc クラスと 500cc クラスのレースは世界選手権のポイント対象外の国際レースに降格となった。したがってこの年は、 世界選手権の公式記録としては9ラウンド全てで、レースが行われたクラスは存在しない。ノートンで3個のタイトルを獲得したジェフ・デュークは前年のシーズン終了と同時にジレーラファクトリーへの移籍を発表した。これはノートンがデュークの意に反して4気筒エンジンの開発を中止してしまったことが原因だと言われている。すでにイギリスの国民的英雄となっていたデュークの イタリアのメーカーへの遺跡は物議を醸し、イギリスのファンやメディアの中にはデュークを裏切り、物扱いする者も,も多かった。前年 250cc クラスのタイトルを獲得した、イタリアの元グッズは 350cc クラスにも進出し、さらにシーズン終盤には 500cc クラスにも参戦した。この 500cc は、シャフトドライブと機械式の燃料噴射装置という新機軸を、 採用した全く新しい4気筒エンジンのマシンだった。一方で前年世界選手権に復帰したばかりのドイツの NSU は 125cc クラスと 250cc クラスに全力を傾け、小排気量クラスの主役の座をイタリアのメーカーから奪い取った。NSU や DKW から1年遅れて戦前のレースで活躍した BMW が グランプリに参戦を開始した。この年はポイントを獲得することはできなかったが、BMW がイタリアでデビューさせた流線型のボディを持ったストリームライナーは後に大流行するダストビンフェアリングと呼ばれるマシン全体を覆うフェアリングを生み出すきっかけとなった。開幕戦のマンシマでは 500cc クラス、初代チャンピオンのレスリーグラハムが自己死した。 22人存在する 500cc クラスチャンピオンの中でレース中のアクシデントによって死亡したのはグラハムだけである。また同じレースの 250cc クラスでは勝敗企業クラスで3度のタイトルを取ったブルーのルフォーがクラッシュによって大怪我を負い引退を余儀なくされた。ジェフ・デュークのジレラへの移籍は結果的には正しい選択であったことが証明された。ジレラのマシンは デュークの手によって、フレームやエンジンの搭載位置、サスペンションなどに、ノートンの技法を取り入れ、ランキングの上位3人までを、ジレラのライダーが独占したのである。中でもデューク自身の速さは飛び抜けており、他に2勝以上を挙げたライダーがいない中で7戦中4勝を、挙げて、タイトルを獲得した。ノートンは、レイアムと喧嘩花によってマンシマティーティーと、 アルスター GP という伝統ある二つのレースで勝利、したがジレラから流れを取り戻すことはできなかった。アルスターでのカバナの一勝は 500cc クラスで初めてのオーストラリア人による勝利である。開幕戦でレスリー・グラハムを失ったメガボルト・アグースタはそれ以降開発を進めることができず、カルロバン・ディローラによって最終戦デニーに入るのが精一杯であった。 その一方でもう一つのイタリアンメーカーである、元グッズは、ファーガス、アンダーソンの手で、最終戦スペイン GP に勝利した。この時のアンダーソンは44歳237日で、これは最高峰クラスで優勝したライダーの最年長、記録である。500cc クラスと同様にこのクラスも、ノートンの短気筒マシンによる支配が終わりを迎えた。 元グッズは 250cc をベースにした 350cc のマシンを開発して、前年 250cc クラスランキング1位と2位のエンリコ・ロレンツェッティとファーガス・アンダーソンを走らせ、ロレンツェッティが第2戦のオランダで早くも 350cc クラス初優勝を挙げた。これはこのクラスにおけるイギリス製以外のマシンの初優勝であり、ロレンツェッティはこのクラスで、 初めてのイタリア人勝者となった。しかし続くベルギーではアンダーソンが勝利を飾ると、そのままの勢いでシーズン3勝を挙げ、ロレンツェッティを抑えて、自身初めてのタイトルを獲得した。前年に引き続いて、エンリコ・ロレンツェッティとファーガス・アンダーソンを要して、シーズンに臨んだ元グッズだったが、NSU が投入したマシンは、元グッズより 2000rpm 以上も回るに、 人エンジンを持っていた。このマシンを狩るベルナー・ハースとレグ・アームストロングが、それぞれ2勝ずつ上げて、タイトル争いを繰り広げ、2位入賞が3回あった、ハースがタイトルを獲得した。ハースは 125cc クラスとのダブルタイトルだった。開幕戦のマンシマでは、メガボルト、アグスタのレスリー・グラハムが、グランプリの 125cc クラスでは、唯一の、 そして生涯で最後の勝利を記録した。グラハムは、この数日後の 500cc クラス決勝で命を落とす、ことになる。第2戦のオランダでは 250cc クラスで、優勝した NSU のベルナー・ハースがこのクラスでも優勝。ハースは、アルスター GP でも優勝すると、イタリアで3勝目を挙げ、セシル・サンドフォードや、カルロ・ウビアリといった元チャンピオンたちを抑えて、 ドイツ人初の世界タイトルを獲得したドイツ GP の 350.500cc クラスはポイント対象外ありがとうございます。